清水博之です。竹中工務店に、36年、勤めています。私は36年間ほとんど、建築の設計をしてきましたけれども、竹中工務店は、設計施工で、仕事をするというポリシーがあって、70% 以上の仕事は設計施工でやってきています。もともと棟梁という大工の宮大工の仕事をしていた会社なので、400年以上の歴史がありますけれども、その伝統を守って今も設計施工を大事にして仕事しています。強みとしてはやはり設計施工をインテグレーションする力、これが我々の力ですので、その仕事にグラフィソフトのソフトウェアを使って今モダナイズして新しい仕事の仕方を取り組んでいる、そういう状況にあります。私自身が BIM ソフトウェアを使い始めたのはもう10年ぐらい前なんですけれども、会社としての取り組みは7年ぐらい前からBIM ソフトウェアを使って新しい仕事の仕方に取り組んできています。で、我々のワークフローは非常にシンプルで、ディシプリンごとに、建築、構造、設備ですね、それぞれのディシプリンごとにモデルを作って、一つのモデルをいじるというのではなくてセパレートで、モデルを作る、そして、ソリブリというグラフィソフトのファミリー企業であるソリブリ社のソリブリで重ね合わせてクラッシュチェックする、そういうサイクルを何度も回すというワークフローで仕事をしています。非常にどのようなソフトウェアでも重ね合わせてやれるということが我々ジェネラルコントラクターとしては非常に重要であると考えていて、オープンビームという考え方に非常に共感しています。我々のその一番の目的はやはりクライアントに高いレベルのサービスを提供する、価値を提供するということなので、その意味において二次元の図面を読めない建築のプロでない方々、クライアントが自分たちの欲しいものを手に入れられる、そこにサービスを提供していくという、そういう目的で BIM を使っている。それと同時に我々の仕事が効率が上がって生産性が上がってより良いサービスにつながるという、その2つを大事にしてやっています。どんどん新しいソフトウェアが出ますから、いいものを探すためにはどんどんまず使うことだと思います。グラフィソフトのやはり良さというのはオープンビームにコミットしているところ、それとデザインオリエンテッドな仕事をする方々に非常に便利なツールを提供していること、その2つが重要だと思っていますし、あとやはりネメチェックグループのファミリー企業が同じオープンビームを共有して我々にいろんなサービスを提供してくれる、このグループの力も非常に頼りになるというふうに考えています。我々がいろいろとこういったことをやってほしいというようなことを、グラフィソフトジャパンにお願いしたことがクイックリーに本社と共有されていて、レスポンスも非常にいいと考えています。